はいどうも、くらちゃんです。じゃあ本日はこちらを見てください。はい、すいません。皆さんの分のね、ステラツイスター買い占めてしまいました。まあ、といってもね、買い占めたといってもまだまだバザーには並んでいるわけですけど、今回はこちらをパルプンテブッパーしていきたいと思います。ちなみにこちらのステラツイスターの原価とかその辺なんですが、星なし、錬金なし、これぐらいで買えました。結構安いっすね。で、今回狙っているのは呪文速度、こちら。18% ができれば、なんと6400万ということで、原価がまあ大体30万で考えても、なんと200倍になってしまうというわけですね。これはやるしかないでしょう。というわけで、やっていきたいと思います。はい、というわけで早速やっていきましょう。今回一応分かりやすくするために、1000万スタートでやりました。いろいろ買った結果、268万残りました。なので、まあ大体720万ぐらい投資したみたいな感じですね。あとはこちらの魔王のランプ錬金の呪文の方。こちらを星3買って、うわ、高えなこれ。100万ぐらいかかるわ。絶対成功させなあかん。まああとは結晶とかも高えなこれな。30個あるってことは、まあ、大体300個ぐらい必要なのかこれ。となるともう約1000万ぐらい投資したことになるな。これはマジで成功させなわ。はい、というわけで、じゃあ実際どれぐらいになるのかっていうことで、まあ理論値666でついたら確かに6000万ぐらいするんですが、じゃあこれプラス1の時点だとどれぐらいなのかっていうと、まあ 6% つきますわな。そうすると、まあ、大体200万ぐらい。で、これがじゃあ 12% になりました。じゃあ、プラス2です。そうなったら、まあ、1600万とか。で、プラス3の場合の 12% だと240万ぐらい。まあ、なんですが、これが3つつきますと、6000万になるわけですね。これはね、わかりやすく夢を追えますね。例えば、闇耐性とかだったら、28% になった時点で結構でかい金額になるんですが、まあ、ところが今回であればね、まあ200万ぐらいであればもう一回やっちゃおうかみたいな感じになるんで、成功したら6000万ということを考えると、いやもうとんでもないっしょ。前回パルブッパ動画で成功した過去がありますから、そう考えると今回もやっちゃいますよ。はい、それではね、第1投目やっていきましょうか。じゃあこちらヘナトス錬金でいきましょう。お願いします。あ、まあまあまあ開幕はね、まあいいっすよ、許す。あ、大丈夫大丈夫、まあ、開幕なんでね。まだ俺にはあと30個近くのステラツイスターが残ってるんで、まあ30分の1を失敗したとて俺は何も思わないですね。とりあえず大事なのは最初の1回目で呪文錬金がつかないとゴミになるということ。それが、おー、なんかパルプンって乗っちゃったよこれ。あ、いや乗ってねえわこれ。まあそうしないとね、結局 12% 止まりなの間違いないですから。まあなので最初につかなければマジで、まあ、ゴミっすね。はい、それでは第2投目。うわー、行きました、来ました、来ました。ついちゃうよ、これ。ちなみに、パルプンテの呪文に関しては、結構つきやすいらしいので、いや、マジで、今回、穴場だと思うんすよね、ステラツイスターの呪文速度 18%。よし、お願いします。ちょっと3ミリほど残ってるのが、少し気がかりではあるが、まあ、ここ一番大丈夫だろう。うぃー、来ました。そこそこ、あ、そこ呪文ですね。呪文速度 6%。ありがとうございます。ありがとうございます。は？いや、まあまあまあ。まあ、まだ30分の2ですから。これで、もうなんか最初の1回目は、残り2回を、何度かね、こう、錬金つけて、消化して、売る必要があったけど、これであれば、もう、失敗は失敗でも、残り2つをつけなくて済みましたから。まあ、そう考えると、不幸中の幸いって感じですね。プラスに考えていきましょう。俺ポジティブなんで。それでは第3投目やっていきたいと思います。はい、じゃあ3投目は、パルプンテに乗りました。オッケー。はい、どうも、ごちそうさまでした。あ、まほと、あ、もう残念ですね。終わってますね、完全に。まあ大丈夫。俺には残り3行もあるから。まあそんな感じでね、ちょっとガン回していきましょうか。あ、パル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 。乗って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 。よし、来たい。来ました。来ました。ありがとうございます。下枠。さね。俺の目が曇っていますよという、絶対そんなんやめた方がいいという暗示でしょうか。はい、わかりません。はい、来ました。ポワポワ。まあ、パルには乗らないんすけどね。はい。はい、それでは第5投目。とりあえず、パルプンテには乗りそう。よーし。どうだどうだどうだ、混乱混乱、俺の頭は混乱している。それでは続いて、ガンガンやっていきましょう。言っちゃえばね、もう今回勝ち戦みたいなもんなんで、いや、さすがにこんだけ錬金したら、どれかしらはできるだろうということ。これまでレアドロとか、その辺だと5個とか、せいぜいそれぐらいだったんで、それじゃあできないですよ。今回30個近くやってますから。
はい、ヘナトスで埋め尽くされました。なんかあんまりこのポワポワとか発生しないっすね。まだ流れにあんまり乗れてない感じがすごい。はい、失敗。おい、来た、ポワポワ、ポワポワチャンス。これは物にせなあかんな。とりあえずプラス6つけな話にならんのだよな。よし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 、これはなんかいい加減そろそろつきそうな感じがする。どうでしょうか。と、また埋め尽くしか、またお前か。なんか思ってたよりつかないっすね。なんかあれ、ちょっと大丈夫かこの企画。ちょっと3ミリほどまだ右側に残ってるけど、ここ一番大丈夫なはずです。大丈夫、よし、勝ち確。よろぴこよろぴこ、 MP 消費なし。いや、ちょっとなんかここまでやったけど、10本ぐらいやったけど、なんか1個もつかないところを見ると、ちょ、なんかこう雲行きが、あ、よかった。そんなことね、言ってるから運営さんからのプレゼントが来ました。ありが、危ない危ない、ありがとうございます。これはね、つくという、そういうことですよ。なんかすげえパルプンテ以外にも乗っちゃってるのが少し怖いけど、もうここはよし、1ミリ1ミリずらして回すか。これで OK。 ミスター、もう一個できたな。まあいいか、まあ大丈夫、ここ一番大丈夫なはずです。ちょ、大丈夫だよね。よし、よろしくお願いします。呪文暴走か、そっちか。そっちじゃねー、違うんすよ運営さん、違う方、もう一個の方、もう一個の方を欲しいな。ちょっと運営さん、違かったっすね。ちょっとよろしくお願いします。じゃあここでね、ここで一発お願いしますよ運営さん。はい、そこに乗るっていうね、1ミリ、あ、いや、ありがとうございませんでした。あ、来た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 、これはこれはこれはプレゼント第2号、ありがとうございます。ありがとうありがとうありがとうございます。違う、だからそっちじゃねえんだよ、そっちじゃないんですよ。こっちじゃなくてもう一個の方あるやんか。はいはい、失敗失敗。いや、まあ大丈夫大丈夫、もうどうせこの状態でパルプンって乗ってもつかねえから、あのポワポワ来なきゃ話になんないんで、このゲーム。はい、ポワポワは来たよ、ポワポワは来たけど、パルプンテの梅が来てない。まあ、俺レベルになれば、こういうもうドタマになれば、とりあえずパルプンテに乗せることは可能なんで。まあ、見ててくださいよ。これパルプンテ乗らなかったら俺切腹するわ。お願いします。まあ、ちょっと乗らなかったっすね。まあまあ、まあいいっすよ。大丈夫大丈夫。よし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 。つきます、つきます。これは、これは間違いない。これは間違いないです。はい、なんか久しぶりの、そういや、必殺なんかあったなっていう、ちょっと忘れた頃の必殺なんですが、よ、行くぜ。なんかあんまりでも、期待できなさそうな必殺なんですが、大丈夫か？いけるか？もう多分パッと見 70% ぐらいはパルプンテっぽいけど、いや、ここ一番、ここ一番絶対踏める。大丈夫。ちょっと、それは行き過ぎちゃう。いえ、そんなことはない。そんなことはない。よし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 。はい、ストッピー。来ました。来ましたよ、皆さん。ここで、おい、来たー！はい、来ましたー！勝利！ビクトリー！ウィン！ウィン！とりあえず1本ついたか。よし、この調子でなんか2、3本ぐらい制作したい。とりあえず新品のやつ全部終わらしていきますか。おいおい、来た来た来た。久しぶりにパルプンって踏んだ。いや、ヘナトス。まあ、あれからだいぶ回してはいるんですけど、そもそもパルプンって自体に乗らなくなったっていう。いや、ちょっとマジで、えぐいっすわ。例えば、こちらのめっちゃ乗りそうな感じ。さっきも、もうマジでこれ絶対行ったろみたいな感じで、1ミリのところに吸い込まれたりして、ちょ、見ててください。これ多分外れる。なんか、さっきからの流れで言うと、おそらくパルプンって入らない。失敗か成功のどっちかに入るみたいな。お、ほら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 。いや、なんかね、さっきから、呪文速度 6% がついた瞬間から、なんかこう、謎の力が働いてるというか、なんかこれ以上はちょっとみたいな、打ち止めですみたいな。そんな感じになってきたんですが、これちょっと大丈夫か？いや、例えばね、例えばこういうやつとか、いや、こんなんもう 9.9 割乗るじゃないですか。さっき外れましたからね。はい、ちょっとね、ちょっと、残念ながら、ちょっとどうあがいたとしても、ちょっとなんか3ミリほど上のやつが成功乗っちゃう感じですけど、これどう？これ絶対成功でしょ？成功というか、パルプンテでしょ？もうこれは乗ったわ、さすがに。すいませんでした。まあ、ただ、なんか、埋め尽くし来る気がする。なんか、それでも。あ、ちょ、お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 、マイガー！お、ノー！Okay, good job, you win. あ、じゃあ you じゃね、I am win. I'm っていうのはそれ、わかんねえけど、やった、ビクトリー。そういう話をしだすとね、なんか急につくっていう、なんだこう、本当に誰かに監視されてる気分っすわ。まああれからせこせこ錬金しまして、ようやく残り2つになりました。まああれからね、結局、なんか全部で合計でできたのって2つなんで、なんかそう考えると、30個ぐらい錬金して、でようやく2個できて、そうなると、だいたい15分の1なわけじゃないですか。っていうことを考えると、
まあやっぱ呪文速度 18% っていや本当にこう厳しい世界なんだなということをちょっと改めて実感しましたね。これは本当にちょっと思ってたよりやばいですね。だって残り2つっていうか今現在2つあるうちでまず15分の1を引かなきゃいけないわけでしょ。そこでそう考えると、まあ、2つあるんで、まあ、2回挑戦できたとしても、そう、ちょ、ありがとうございます。すいません、なんか、すいません、3つ、チャンスが3つになりました。呪文速度 6%。ありがとうございます。あ、なんならこれ、4つ目いっちゃうこれ。しかも必殺というね、ありがとうございます、本当に。本当に運営さん、ちょっともう、ありがとう、本当にありがとうございます。さすがに4つもあれば、15分の1を2回連続で乗り越えるっていう、いけると思う。なんか、うい。ああ、変な、まあ、3つもあれば十分っすよ。ありがとうございます、運営さん。とりあえずね、全部錬金できました。まあ、できたのは、これ30個ぐらいやって、29個か。そのうちで3つ作れました。なので、まあ、確率的には、さっき15分の1とは言いましたが、10分の1みたいな感じっすね。この中で、10分の1を2回連続で乗り越える。まあ、100分の1か、そう考えると。まあ、そちらがね、3個もあるわけですから。きっとなんとかなるはず。はい、そういうわけでね、運命の瞬間やってまいりました。いや、これはね、動画的にも成功させたい。はい、そういうわけでまずは3個中まずは1個目やっていきたいと思います。こちらよろしくお願いします。上さんありがとうございます。よし、いいぞ。とりあえずはいい。さらに強化とか入っちゃえばマジで最高。呪文速度 19% のステラツイスターとかできたら、いやマジで、いやもう全世界から称賛されるレベルでしょ。もうツイッターで万バズ間違いなしっしょ。はい、そういうわけで、まずは1つ目、とりあえずはパルプンテには乗る。どうだ、お願いしますよ、運営さん。そして皆さん、応援してください。ありがとうございます。ちょっと頼む、やばい、ちょっと手が震えてきた、はい、というわけで、まあ残り2つあるんでね、ちょっとなんかもう非常に怪しい感じになってきましたけども、大丈夫、俺にはね残り2つあるんで。ありがとうございます、運営さん。この残り2つでね、俺は作ってみせる。お願いします。上田、よろしくお願いします。よし、いいぞ。パルプンテには乗りそうだ。いや、ここまでだいぶ時間かかったっすよ。錬金時間だけでマジでリアルタイム30分ぐらいかかってますから、ちょっとそれでね、もうなんかマイナスっていうのはマジで笑えないんで、ありがとうございます。あざす。そこ、呪文速度っす。あざす。上田、なんなら強化、もうおい、上田さん、早い。展開が早すぎる。なんかこう、あれやわ。まあでも、もう失敗、もうさ、冒頭にも言ったけど、このどうせ失敗なら埋め尽くしの方がさっさと売れるんで、まあもう、不幸中の幸い。もうなんかラスト1個になっちゃいました。なんかもう気づけばもう周り誰もいないみたいな。ちょっと、参ったな。早すぎる。さっきまでね、3人1組で組んでてめちゃめちゃ安心感あったのに、なぜかね、こうエイペックスやってたらいつの間にか2人死んでるみたいな、ちょっとその絶望感が残されるんですけども、運営さん。よし。とりあえず、なんか、さっきと流れが全く同じだけど、埋め尽くしじゃなければいいや。とりあえず呪文速度ついてもろてですね。10分の1だからね、言うても。10分の1ですよ。割と当たるよ。割と。これはもう、いけるでしょ。大丈夫。俺はこれまで、こういう数々の修羅場を、なんとかかいくぐってきた。それで、生き残ってきた。まあ、だから今回も、多分、俺の予想では、いけると思うんだ。上さん、そうだよな。上さん、頼む。上さん、しまった。あ、乗せられた。やられたわ。やっちょ、今さ、今失敗した瞬間にちょっと気づいたんだけどさ、これどうやって処分すんのこれ。いや、たくさんやったはいいんだけどさ、このまま投げ捨てたらマイナス20万じゃん。でもさ、これ何かしらの錬金をつけて売った場合で考えると、まあ大体16万ぐらい。だからマイナス、そうね、錬金代もあるんで、まあ3つ錬金上級つけたとしても、まあマイナス10万ぐらいで済むわけさ。まあ、なので、捨てるわけにもいかず、かといって、これから何？全部、え？だって、一周するだけで30分くらいかかったんだよ。だ、これをあと2周するってわけでしょ？これ、プラス1をプラス3にするわけだから、1つにつき2つつけるとして、そう考えると、いや、なんか、とんでもない労力というか、えぐいっすね、これ。え、ちょ、マジか。
あ、いや、ちなみにさ、これもう一回チャンスってある？これ例えばステラツイスターでプラス1で呪文速度 6%、 これで見た時に、ああるね、これあるわ。しかもだかご丁寧に5個、たった5個だけある。だからこれ分かった、今までのことをなかったことにしよう、全部なかったことにしよう。そうだ、1000万スタートでまた開始しよう、これ。まあそういうわけで、ちょっとオールフィクションスタート。はい、どうも、フラちゃんです。じゃあ本日はこちらやっていきたいと思います。ステラツイスター呪文速度ということで、こちらを今回倍プッシュしていくわけなんですが、こちら、呪文速度 6% のプラス1のやつ、これがなんとですね、たくさん出品されているということで、今回はわかりやすく1000万スタートでやっていきたいと思います。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきます。じゃあこちらをですね、5つ買っていきましょう。これでぴったり1000万なんで、よし、 OK です。よし、これ OK で、あとは残り6回のランプがなぜか手元にあったんで、まあ、これを使用していくとして、よし、じゃあやっていきましょうか。まあ、成功したらちなみにどれぐらいになるかっていうと、これ星3でプラス3で、これ呪文速度 18% になったら、これ見て、6400万だよ。えぐくね？まあ、そういうわけで、なんとこれ、原価を約200万で見たときに、なんとこちら、30倍になってしまうというわけですね。これはやばいでしょう。ちなみにこちら、星3から作るっていうね、まあ、この何もなし、この状態で作ったとして、原価30万ぐらいなんで、まあ、こっからやってもよかったのかなっていう感じはするけど、またよくよく考えてみると、まあ、さすがにその確率はないわということで、まあ、やるやつアホやと思うんで、俺はね、このプラス1からのスタートでやっていきたいと思う。よーし、そういうわけでね、新品のやつがこれ5つもあるんで、やっていきましょう。お願いします。よし、いいぞ、いいぞ、グッジョブ、グッジョブ、いい、よし、オッケー、とりあえずオッケー、乗ったぜ。頼む、運営さん、ありがとうございます。開幕から、もう本日最初の1本目からめちゃめちゃいい流れ、ありがとうございます。上さん、あざす。ういえー、おーおーはあ、what なんかこう、トラウマが蘇りそう。ちなんかこの流れ非常に良くない気がしてきた。大丈夫かな。あ、よしよし、とりあえずパルプンテは乗りそう。とりあえずパルプンテは乗りそうだよ。なんかその左側の1ミリがすごく怖い。あ、大丈夫。よし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 。もう、ちょっと待って。2連続埋め尽くしなんですけど。上さん、これ、あ、でも、まあ、これさ、だってさ、よくよく考えてみると、これ不幸中の幸いかもしんない。まあ、というのも、仮に失敗したとしたら、もう一個何かつけないといけないわけじゃないですか。そう考えると、二度手間というか、そのまた時間がかかる。結局、これ、プラス 6% で 12% にしたとしても、大した値段にはならないわけですから、そう考えると、不幸中の幸いっすね。残り3つあるんでね、ちょっと気合い入れてやっていきたいと思います。ちょっと何も、やばいな。これ、そもそもパルプンテにすら乗せられなさそうな感じ。よし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 、とりあえずでも乗ったよ。いいよ、実力でねじ伏せた確率という、それを。よし、あー、また、え、ちょっと待って、埋め尽くしばかりって、これ何？え、あの、失敗イコール埋め尽くしってこと？だったら分かりやすいけどね。よしよしよし、オッケー。とりあえず、ポワポワは来たが、そもそもパルプンテに乗るか乗らないか、どっちだこれ。乗せる。乗る乗らないじゃない、乗せるんだこれは。無理やり。行くぞ。いけ。止まって。違う。あ、いや、行き過ぎ。あー、終わった。いや、運営さん、頼むわ。俺まだ引退しちゃうからさ。これもう、ラス1なんすわ。仮にこれパルプンテ乗せて、ヘナトスをどうにかしようとしたとしても、結局、ヘナトスがね、5% に変貌するだけなんで、いやもう、一発でつけるしかないってことを考えると、よし、最後のチャンスが来た。最後のチャンスだ。ここでパルプンって乗れば熱い。最後の、これはチャンス。よろしくお願いします。よし、いけ、頼む、上さん、頼む、いける、ちょっと待って、おかしい。オーマイガー。はい、というわけで。終わってしまいました。ありがとうございました。いや、なんかこれ終わった瞬間にね、なんかよくわかんないけど、バグりまして、バグって変なの、こうステラツイスタープラス1とか、謎のプラス3とか、大量に手元に入ってて、で、それが非常に邪魔だったので、まあ、とりあえず自宅のですね、こちらの倉庫の方にぶち込まさせていただきました。
まあ、これに錬金初級錬金2つつけて売ると、まあ、大体16万ぐらいで売れると、まあ、そういうわけで、まあ、これ9万ゴールドとかで置いとくんで、プラス1に関してはプラス3に関しては、まあ、一応その結晶化金策として利益が出せる、まあ、15万ぐらいで置いときますんで、まあ、1本やると、まあ、大体、まあ、結晶72個でこれに使い込み度が100いったら、まあ、大体21万ぐらい返ってくるんで、まあ、そうなると1本につき6万ゴールドぐらいのプラスということを考えて、まあ、ちょっと、まあ、ちょっと在庫処分ということでね、こちら売らせていただきますんで、欲しい方とか、ぜひとも買ってください。まあ、にしてもね、にしても、ちょっと、マイナス1000万。これは、やばいっすね。なぜか銀行の方を見ると、もう1000万消えてて、なぜか2000万消えてることになったんだけど、まあ、よくわかんないけど、まあ、なんかね、おかしいっすね。というわけで皆さん、ステラツイスター、甘くないんで、はい、夢見ないようにしてください。もうパルプンテは二度としません。今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。